待てよてめえ。いきなりだけどお金くれない？ ありがとうございました。
待ってるぜ! よし、じゃあ始めるぞ! しっかり注目のカズマくんは赤レーンだ! みんなスタンバイしているな! 出遅れるなよ! 間もなくスタートだ! 集中集中! レディー! 快調な滑り出しだ! 巻き返さなきゃ。よし、じゃあ始めるぞ! しっかり、注目のカズマくんは青レーンだ! みんなスタンバイしているな! 出遅れるなよ!
勝っても負けても恨みっこなしだぜ。みんな頑張れ。待ってるぜ。足元を踏まれるな。よし、じゃあ始めるぞ。注目のカズマくんは赤レーンだ。みんなスタンバイしているな。出遅れるなよ。カウントダウンが始まるぞ。ランニングは完璧なはず。ゴー！みんな頑張れ。みんなのスタンバイが光っている。スタイルが良かったな。何が起こるかわからないのだ。おげさま。スタイルが良かったな。嵐の前の静けさなのか。止められねえぞ。ポケサーなら下克上も大歓迎だぜ。ストレージが良かったな。足元を救われるなよ。押せ押せ。早いな。みんなのカスタマイズが光っている。何でこう走る。あーっとあーっとカズマ、おっとカズマくん、あーっとカズマくんの逆転へのシュートだ。行くぜ。何が起こるかわからないのがポケさん。おっと、あっと失速している。ここで止まってしまうのか。一度失速するのもカズマくん、気合の加速だ。おっと失速している。よし、じゃあ始めるぞ。
注目のカズマくんは青レーンだ。みんなスタンバイしているな。出遅れるなよ。それではレースを開始するぜ。レディー、完璧です。少し出遅れたか。足元をすくわれたよ。カズマくんのマシンが抜かれてしまった。おっと、あれ、横からちょっと行くぜ。あっと、あっと、あっ、どきなさい。私はもう帰らないんだから。お嬢、申し訳ありませんが力ずくでも。高志はどうする気。お嬢をたぶらかしたガキです。きっちり落としまいつけさせていただきやす。そんな。違うの。私が一人でお金を持ち出したんだから高志は関係ない。お嬢、違いやす。お嬢はそう仕向けられたんですよ。強化、下がってろ。ずっと前に決めたんだ。俺は何があっても強化を守るって。待てこら。すいません兄貴、こいつ勝手に。ずいぶん賑やかだな。外野の出る幕じゃねえ、引っ込んでろ。そうはいかねえ。あんたらそのガキ殺しかねんからな。やかましい。大した根性だな。この人数相手に話はしめだ。やれ。Yeah!
たかし。ああ、取った金は置いてけ。ずうずしすぎる。わかったよ。ダメよ、お金もなくてこれからどうするの。でもよ、クソガキ、てめえそんな半端でお嬢と逃げる気か。チームじゃパシリで、挙句にはメールで組み抜けるってか。黙りなさい。いいよ、タカシ、もう行こう。お嬢、親父は何よりお嬢の幸せを。なら、なんでお父さんは来ないの。え、それは、その…ふざけないでよ。私はね、お父さんがヤクザなばっかりに、今まで散々だった。わかったやす。お友達もできず、お嬢はずっとお一人きりだった。親父もそれが不憫でならねえと。タカシ？俺。あ？俺、確かに今は半端です。でも、目いっぱい働きます。頑張って。頑張って！絶対に京香さんを幸せにしますから。口先だけか。証明します。お前は極道じゃねえんだ。さっき口にしたことをやりゃそれでいい。あんたもそれでいいな。親父からの伝言です。え？京香、私は生まれついての極道だ。京香、私は生まれついての極道だ。何十人の部下を連れながら、だがたった一人の娘を幸せにしてやれない極道者だ。汚れすぎた私の手にお前を抱きしめてやる資格はもうない。だから行け、強化を。よろしくお願いします。花から組長の描いた絵図通りってことか。もういいんですかい。ああ、そのモニターにじんじまって見れたもんじゃねえ。こいつは。あんたヤクザ嫌いなんだってな。ええ。いいのか。あんたはせがれの選んだ女の親父、俺にはそれだけです。立派な息子さんだ。俺が育てたんじゃないですから。うちもさ。